皆さん、おはようさん。ことのはあかねやで。今日は、リトルナイトメア、DLC を、プレイしていくんやで。あかねちゃんかわいい、やったー。と、思いましたが、私は、あかねちゃんを持ってなかった。はい、皆さんごきげんよう。声優の石黒千尋です。本日もリトルナイトメアの DLC をプレイしていきたいと思います。今回3回目かな。前回ですねこの下の扉に挟まってちょっと死んじゃったっていうところからやりましたが、だいぶよしよしよし、強い子強い子でですね、こちらの扉を開いてる間にくぐり抜けなきゃいけないのです。はい、でね、前回コメントでこの、嘘よし、元気大丈夫、無敵時間があった。下のトランクケースを横にしたらいいんじゃないって言ってくれてた方がいて、もう素晴らしい、天才かと。もう本当に私がどれだけテンパってたかっていうことが分かってしまいますが、あ、まず水を引かないとダメ。よいしょ。じゃあまず水を、よいしょ、水を抜いて、そしてよいしょ、この時に下に落とした、よいしょ、これも、あ、水があるとこれはあまりうまく動かせないってことが分かりましたね。下が見えない、ここら辺ないこの後ろぐらいかな。なんかカレンって言ったんだけど、違う、カンじゃないなんで急にここでゴミ拾いを。 OK、 違う、あー、ダメだ、ちょっと離れないとダメかな下手くそかっつって、もう、違う、カンはめちゃくちゃ飛ぶのに。これ、そうです、これをこの上に乗せたいんです。違うんです、うん、そっちじゃない、違う、なんでこんなに缶落ちてるの。ゴミ拾いしてすごい大きく振りかぶるんだけど乗らない。うー、どうして、何がいけないのだ。大きく振りかぶって、お、よし、乗った。そっか、これ長押しだっけね。ちょっと久しぶりなんでプレイが、また忘れてしまっておりましたが、スイッチオン。これで水が出てきますと、で、これでこのスーツケースを引っ張ります。あ、乗っちゃダメ、乗っちゃダメ、置いて、優しく置いて、あははは、友達で優しく置いてって言うたのにグタグタプレイを見せてしまいました。次はでもね、うまくやれると思う。次のジーローズはきっとうまくやってくれるでしょう。よいしょ、これを置いて、おわ、ギリギリなところに乗ったな、大丈夫なはず、行こう。よし、スチョン、取っ手を持ってほしいんだけど持ってくれないのかな。あれ、おかしいな、前持ってくれた気がしたんだけど、ちょっと、ね、DLC するのが久しぶりすぎてあ、そうだ、ここで改めて皆さんにお礼を。前回ですね、リトルナイトメアの最終回でたくさんのコメントいただきまして、本当にありがとうございました。リトルナイトメア、お、押せた、あ、違う、このリトルナイトメアの、え、どうして押せないの。この前回の、シックスちゃんが出てたリトルナイトメアですが、あ、押せた、ただ泳げばよかったんだ。よしよし、いいぞ、リトルナイトメアは、ゲーム実況さんでもありながら、よくチヒローズとも遊んでくださいますモルモットさんという方がですね、
プレゼントしてくださったんですが、うー、入れない、ここに入れない、どうして、こっち来て、こっち来て、よし、来た来た来た。で、モルモットさんがプレゼントしてくださったんですが、よいしょ、モルモットさんも最近リトルナイトメアの DLC を実況動画、しかもリアル生声でされているので、ぜひ皆様も見てみてください。そしてですね、ジヒローズにゲームをプレゼントしたらゲーム実況してくれるんですかっていう質問してくださった方がいまして、本当に本当にありがとうございます。とってもお気持ちすごく嬉しいんですけど、ゲームタダじゃないので、皆さん全然本当に無理しないでくださいという最中にもですね、すでになんとありがたいことにゲームを4本ほどプレゼントでいただいてしまいました。もうね、本当に本当にありがとうございます。僕のおすすめのゲームです、実況してくださいっていう感じで4本ほどプレゼントいただきましたが、ちょっとまだいつ頃ゲームを次いけるかっていうのはですね、この今まさにやってる DLC をクリアしてからっていう話になりまして、なのでちょっとそんなにすぐクリアできればいいんだけど、今みたいにもたもたプレイをしている私をどうぞお許しをっていうことでね、よし、これだな、前回のコメントでスーツケース置いた方がいいよって言ってくれてたから、多分これで合ってるはず。ちょっと走る練習するからね、練習させてください。いけ、あ、ちょっと遠いかも、ちょっと遠いか、ちょっと遠いか、もうちょっと奥に行ってもいいかな。いやでも結構入り口もギリギリだった気がしたんだけど、ちょっと遅く、オッケーオッケーオッケー、これ遠すぎないかな。この微調整がね、でも大切だからね。合ってんのかな、これで。これ合ってんのかな。お尻でどついている。よし、オッケー。よし、ちょっと微調整で。行きましょう。走る練習もう一回させてください。行け。行けそう、行けそう、行けそう。よし、なんとなくコツをつかんだぞ。太郎頑張ろう。よし、行きます。ダメ、こっちから行こう。よし、これを回すと向こうの扉が開きます。しかしこのレバーを離してしまうと、もう落ちてきますからね。行きますよ。トゥ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 、間に合った。よし、今回は一発で行けました。前回ね、コメントで教えてくださった方、本当にありがとうございます。いやー、こんなにすんなりいってしまうとはねってちょっと調子に乗りたかったけど、さっき結構ね頑張ってたから。よし、新しいとこへレッツゴー、ふっきょー。あ、誰かいる、誰かいるよ、誰かいる、見えた、何、人魚、もしかしてこれあれやる時じゃないですか。うわっ、川の中に誰かいる、やばい、リブ、川の中に何かいる、あそこに捕まりたい、捕まれた。でもこれ捕まってどうするんですか、あっちまで飛べと。これに上がるの？で、なんか怖い、もう、なんなのあの方。で、これはもう脇目も振らずに行った方がいいのではないでしょうか。やばい、どうしよう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 、あっ、の中に誰かがいる。いやー、これはちょっと恐ろしい。でもなんとなくコツはつかんできた。これで乗って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 、危ない危ない危ない。でこれで横にずれて横にずれてジャンプ、よし。でこれで振り子をつかんでジャンプで板に乗る、ジャンプ板に乗る、
ジャンプ。乗る。そしてあっちに行くんだな。ジャンプ。いけ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 。頑張れ。よし、いけたいけたいけた。ここから上に行けるのか？いけたいけたいけた。いけましたね。上にぶら下がるのかな、あれは。いけたね。あっち側の奥に何かあるような気がする。ジャンプで、これは何の…あっ、嘘でしょ。これ早く行かなきゃ。これをするとどうなるんだ。え、何があったんだろう。これはちょっとまだ謎だな。登れないか、少年。くそ、これは仕方がない。もう一回ここから登りましょう。危なかった。今本当にギリギリだった気がする。これは何か、電気がつくと。なるほど、テレビが映ってる。あそこに、あの手が長いおじさんが、前回ですね、あのシックスちゃんをかけてきてたおじさんが、あのテレビのハリーマリーマウィンニャンハリーマリーマウィンニャンっていう、何を言ってるかわかんないんですけど、のお話を真剣に聞いていたっていうのを覚えています。これを引いてから向こうに行くという予定だったのかな。ちょっともう一回行ってみましょう。あのレバーが謎すぎるので、手やけどしちゃいそうだよこれは。あーちち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 、わった。よし、水が増えませんでしたか。何なのあの方。ちょっとどうしましょうどうしましょう。絶対これは、あ、そしてあっちに行けるんだ。 OK。 ここだね。で、登るとよし。で、絶対絶対この、やばい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 、なになに、どうしよう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 、どうしたらいいの。これテレビテレビ、いや、どうしようどうしよう、テレビテレビ、いや、どうしようどうしよう、テレビテレビ、テレビが、テレビが落ちて感電した。これは制限時間があるんだね。わかった、下を崩される前に行くっていう感じかな。ジャンプ。で、これで水を増やすと。で、水を増やしてる間に海坊主さんが壊すと。そしてその間に僕は走ってあそこに行くと。そしてテレビを落とすのかな。で、これが崩れる前に登っていくということかもしれない。斜めになった。いけ、落ちろ。これでどうだ。しかしこの後私も降りられなくなってしまうのではなかろうか。電源は落ちたのかな。落ちているみたい。ブレーカーが落ちたのかな。もう落ちても大丈夫。これ落ちたくないな、なるべく。よし、うう、よし。どうなったんだろう、あの人。海坊主さんは感電してしまいましたか。ほう、上にもあるしこっちにもある。両方気になる。引っ張ろう。あ、瓶みたいに見えるぞ。よし。あ、今気づいた。この瓶に目のマークが、ちょっと明るいと見えにくいかな。目のマークが書いてありますね。これは何なのでしょうか。きっと誰からかの手紙だと思うんですが、少年が手を突っ込んで、はい、お手紙をポッケにしまうと。何か物語に関係することなのかもしれません。この下なんかありそうじゃない？なんもなかった。はい、行きましょう。
こういう階段を見るとね、なんか隣のトトロのメイちゃんを思い出すんですよ。私は真っ黒クロスケを探すときにね、こういう階段があって登っていったっていうイメージがあるんですけど、トトロっていうのつって、それは真っ黒クロスケか。お、来た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 、これ階段登っていって、ということはさっきの海坊主の面はまあひとまずクリアってことなのかな。おお、長いぞ長いぞ、どこに行くのだろうか。お、ああちょっと待っておじさん来ちゃった。うーん、どうしておじさんいるの。おじさんワープしすぎだよ。おっ、シックスちゃんじゃん。はなんと、このシーンに戻ってくるんだ。あ、なるほど、そういうことね。わあ、今実績を解除しました。惜しいって出てきました。惜しかったね、逃げられなかった。なるほど、ここで交差するんだ。うんうん、というところでリトルナイトメアの DLC ここまでということなんでしょうか。一応チャプター確認しましょうね。はい、これがシックスちゃんの前回のお話で、こちらですね。あ、右には進まないけれども、多分これでクリアしたということなのかな。集めたメッセージ5分の4、何か一つメッセージが入ってる瓶を取り忘れているということですね。またこれは個人的にプレイしていきたいと思います。いや、やっぱりリトルナイトメア面白いですね。次から次へと謎があったり、ちょっとこの門の中の住人もだんだんと愛着が出てきました。でですね、少年もこの山田太郎くんも一体この後どうなってしまうのか、調べたところ DLC は3部作の予定ということです。なのでこれはまず1つ目をクリアしたということでいいのではないでしょうか。また2部3部と出ましたら、こういう風にゲーム実況できたらなと思ってます。ということで本日はここまで。この番組を気に入ってくださった方は、ちひろーずガーデンにポチリと登録、もしくは前作のリトルナイトメアをぜひご覧ください。それではまた会う日まで、ごきげんよう。